どうもベアンです。わらべ館のイベント会場からいろいろ喋っていきたいと思います。わらべ館プラレールもですね、8月21日までとなっておりまして、この動画を撮っているのがですね、8月20日なんですけども、残すとこあと1日というふうになってます。でね、土曜日だったんですけども、めちゃくちゃ人が来られましたね。午前中はちょっと落ち着いた感じだったんですけども、午後からね、トーマスのレイアウトの周りにすごい人がたくさんいてたりとかですね、こちらのね、オーバルラインのところが持ち込みレーンになってるんですけども、ここにね、すごい人だかりができまして、ほんとね、賑やかな感じでした。で、急遽ですね、こちらの方にも、レイアウト持ち込みレーンを作るっていう風な形の対応しまして、なんとかね、混雑を回避できたんですけども、今日はですね、ほんとね、ちょっとびっくりすることがありまして、この持ち込みレーンにですね、持ち込んでいる車両にですね、なんと京急の車両が入ってたんですよね。で、鳥取でですね、京急の車両を見るなんてことないなって思ってたんですけども、まさかね、ここで見れるとは思いませんでした、本当。で、その持ち込まれた、親御さんにお話を聞いたところですね、おばあちゃんがですね、京急沿線に住まれてる方だそうでして、そのおばあちゃんが、孫にね、京急の車両を送ってくれるということで、その子の、なんと、プラレールデビューは京急の車両というね、めちゃくちゃ羨ましい状況ですよね。で、そんな中で、その京急の車両いっぱい持ってるっていうふうに言われてたので、鳥取でもね、京急の車両を、使える感じになるのかなと思うんですけどもね、一度イオンモール鳥取北のイベントでですね、京急の車両を走らせたんですけども、全く気づかれることなくですね、何あれだっていうふうに言われるような感じだったんですよ。で、たまに阪急だとかね、いう子もいましたけども、京急というふうに気づかれることはなかったんですよね。なので、なんていうんですかね、鳥取県内でのイベントで、京急を使うことはほぼないだろうなって思ってたんですけども、これを機にね、ちょっと使ってみるかなっていうふうには思いますね。で、あとですね、持ち込みレーンに、ちょっと古い車両を持ち込まれてる方がおられまして、もしかしてって思ってたんですけども、なんとね、鳥取にもね、プラレーラーがいました。ベイアンはどちらかというと、レイアウト系のプラレーラーなんですけども、その方はね、車両系のプラレーラーでして、鳥取にいないだろうなって思ってたんですけども、いましたね。今までね、イベントとかでの組み立てとかって基本一人でやってきたんですけども、そのプラレーラーさん、とちょっといろいろお話ししたところ、組み立てにも興味があるというふうにおっしゃってたので、今後ね、なんか一緒に組み立てたりとか、鳥取で運転会とかできたらなーっていうふうな、なんか楽しいね、未来をちょっと感じ出ましたよね、今日のイベントでは、本当ね。でね、この2週間ぐらい続いたこのイベントですけども、残すとこあと1日ということで、本当ね、このレイアウトが本当ベイアンの中ではここ最近でいくともう一番かっこよくできたレイアウトだと思ってまして、それをちょっと崩すのがね、もったいないような気がしますけども、これもね、宿命なんですよね。レイアウトを組み立てる人間からしてみたらね、これをね、このかっこよくできたレイアウトをさらに超えていかなきゃいけないというね。なのでこれをね、元にまたちょっといろいろかっこいいレイアウトを今後作っていけたらなとは本当ね思っております。もうこれを手放すわけじゃないですけど、ここからいろいろ発展できるんじゃないかなというふうに思ってますので、もっともっとかっこいいレイアウトをこれから作っていこうかなと思ってます。で、持ち込みレーンもね、評判良くてですね、今後ちょっといろいろイベントでやっていこうかなとは思います。これ本当奥側と手前側で2箇所ともね、本当にたくさんの人が行ってたので、これは今後ちょっとグリプラのイベント、主催イベントとかでもね、こういうのやっていこうかなとは思います。で、このレイアウトのね、形がめちゃくちゃいいんですよね、本当ね。今、水風がね、一番上、プラロード大鉄橋のラインを走ってますけども、で、プラロード大鉄橋ぐるーって来た後の、円っていうか、その、ぐにゃぐにゃぐにゃって赤いところを走るのがね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。で、アルファ X も今、ね、走ってますけども、あそこから S 字で坂を登る感じが、めちゃくちゃかっこいいです、これ、本当。はい。ということで、イベントのトーク、こんな感じで終わりたいと思います。いいレイアウトだなとか思われた方がおられましたら、できれば高評価の方よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。